毎度バカバカしい話を一式やめつけチャンネルです。今日はですね、この指定に来ていただきました。はい、ヨネスケチャンネルにはちょこちょこ映ってはいたんですけれども、こうやってまともにお話を聞いていただけるというのは嬉しいですね。もう憧れのヨネスケチャンネルでございます。よろしくお願いします。春風亭龍希郎でございます。はい、その四番弟子の春風亭架橋です。よろしくお願いいたします。架橋は、ね、はい、7月に2つ目になりました、はいはいはい、ありがとうございます、ね、でも、はい、もう以前は落語協会に所属してて、はいはいはい、で2つ目になったんですよね。そうですね、2つ目になって、うん、まあ1年ぐらいは、ね、はい、2つ目 でちょっと訳あって、はい、そして今度は、はい、落語芸術協会に来まして、はい、で、琉球師匠のお弟子さんになったという、はいはい、こういうことでございまして、はい、ね、いろいろ苦労人でございますので、はい、ということで今日はこの指定に迫ります。突撃どうですか、はい、この2回も新内で2つ目2つ目、そうですね、まあ、やはりその芸術協会で改めて2回目で昇進することで、もちろん嬉しさあるんですけど、まあ、もちろん師匠に弟子にしていただいたとか、あと周りの人がすごくよく気を使っていただいたり、も優しい言葉をかけていただいたんで、本当に感謝の気持ちがもうさらに2回目昇進が強く思っておりますね。しかしどういう経緯で、これはね、私もびっくりだったんですけど、まあもうね、公にして大丈夫だと思いますけど、うん、彼の前の師匠が三田さん、はい、三田師匠、うん、で三田師匠からいきなりうちへ電話がありましてね、うん、で、愛さんちょっとご相談したいことがあるんです、うん、で私あんまり三田師匠さんと、うん、付き合いなかったから、うん、何って言ったら、ちょっとお会いして、うん、ご相談したいこと、いや電話で言ってくれよって、いやお会いしないとっていうのがあって、それでじゃあ楽屋にいるから楽屋に来てって言って、したら三田さんが実はお願いしたいことがあってって言って彼のことを、うん、それで、でその三田さんが言うには、なんか芸協で誰 の弟子になりたいか、それによっては口を聞いてあげるからって言ったら、当人が琉球師匠のところ行きたいって言ったって言うんですよ。で私あんまり彼の印象もなかったんで、それで三田さんに「それ本当に言った当人が」「いや本当に言って、まあ三田さんも多分私もちょっと意外だったんですけど」っていう感じだったと思うんですけど、それで三田さんから直接そうやって「お願いします」って。だからいわゆるなんていうんですかね、破門したとかそういうことではないっていうことはそこでね、うん、分かってもらえると思うんですけど、彼がまあ、身を引いたみたいな形で、うん、それで三田さんはそれをやっぱ男気を見して、うん、自分が後をちゃんとあれしてやるってことだったんでしょうね。才能ある、うん、まあまあそういうこともね含めてでしょうけど、をダメにしちゃうのはもったいないってんで、それでもってだからね、いや三田さんの気持ちを考えたらすごい大変なことですよね、うん、自分のところを辞めた弟子を先輩のところに預けるっていうかね、うん、なんで関係性のないさ、多分三田さんだって琉球さんのところにって思ったんですね。いやもうそれはそうですね、まあ芸術協会で、まあ、浮かんだのが、うん、もう本当に宇宙賞だったんですよ。宇宙賞っていうのが、その私があと他浮かばなかったの。例えば例えば4年生の、いやいやいや、もうそうですね、もうちょっと余裕がなかったもう今となっちゃうもんねですけど、一緒にお世話になって、いやそれでだからもう前座時代ですね、落語協会で前座やらせてもらった時に、まあ本落語の会で、たまたま初めて師匠とご一緒した時があったんですよ。でその時に、まあ、前座ですから、まあ、いろんな仕事をして、で最後着物を脱いだ着物を畳んで、で師匠琉球にこう渡しした時に、その時に師匠がすごくいい笑顔で「ありがとう!」って言ってくださったんです。でその時は本当に前座で、なんでこんな他協会の前座にすごく本当にいい笑顔、素敵な笑顔でをしてくださったんだろうってことが引っかかった瞬間があったんですよ。でそれで、まあ、誰か芸術協会の師匠に弟子入りするときにってパッと浮かんだのが、その受け取った師匠の笑顔というか、なんかさ、三座さんがさ、琉球さんにさ口を聞いてくれたってのはよっぽど気になるってたんだでしょうね。
うん、いや、本当にまだ本当感謝しか、もう今はもちろんね、うん、いや、だから三田さんもね、うん、もう人間は真面目だし、うん、しっかりしてますから、うん、それはあのちゃんと保証しますから、うん、一つお願いしますって、うん、そういうふうに言ってくれてましたね。上の子たちはね、ちょっと、うん、やっぱりあの最初の頃にそうじゃダメだっていうことを含めてちょっとね、怒ったりもしたけど、うん、この子はね、うん、もう出来上がってたから、うん、楽でしたよ。いや、楽でした。何も教えなくていいんですよ。だったら俺のとこ行きたい。いやいやいや、もう、これが本当に板挟みっつって。うまいね、板がついちゃった。うまいね。最初はね、私、うん、まあ我々の世界だとどちらかといったら破門した人を、うんうんうん、まあ師匠のところに一緒に行って謝ってあげるから、うんうんうん、だからお前も、まあ、一回師匠のところに戻りなよっていうのが普通じゃないですか、うん、はいはいはい、はい、でまあそれが話聞いたらちょっと事情はちょっと違うんで、うん、じゃあまあ引き受けてもいいけど、うん、ただやっぱりなるならゼロからやんないと、うん、あのまあやっぱり周りからもね、なんとなくあいつは途中から入ってきたからとかって言われるのもかわいそうだし、うん、もうゼロからやれば堂々とね、うん、私はあれですって芸協で修行したんですって言えるんだから、うんうんうん、そういうなら引き受けるけどって言ったら三田さんが、え、もう当人もそのつもりでいますんで、うん、それでお願いしますって言うんで、じゃあそんならしょうがないねって。それはでもどちらの師匠も偉いね。いや、そんな、ま、た私はでもね、正直迷ったんですよ、うん、まあ面倒くせえなってのも含めてね。そんでまあ家へ帰って神さん、まあ今ちょっと亡くなっちゃったんですけど、神さんにこういうのが来てて、あれなんだけどさって言ったら、でも落語やりたいって言ってるんだったら取ってあげたらいいじゃないのって言われて、そんでまあ名前もね、すごくどうしようかな、でまあ流経だから経の字をいろいろつけて、まあ他の弟子もねそういうふうにしてたから、いろんなこと考えてたら神さんが架け橋ってどうっていう、三座から流経へ来た時の架け橋、そうだから架け橋、落経から芸経への架け橋みたいな取られ方をするんじゃないかなっていうんで、どうだろうって言われて、ああそれいいねっつって、そんで架け橋になる。でまたその頃栄光の架け橋っていうのが流行ってたから、そうなんですよ、うん、だまさに架け橋っていう名前もいいし、うん、あのお亡くなりになった、はい、おかみさんがめちゃめちゃ良かったらしいね。そうですね、うん、まあ、うん、あのやっぱり弟子たちのことは随分面倒見てくれたっていうかね、うん、その細かいあのことじゃなくて、うん、いろんなことをアドバイスしたりとかすごい感謝してたよ。あ、そうですか、うんうん、それは私はあんまり知らないんですけどね、その名前を考えてくれたとかそういうことあったけど、うんうん、それ以外のことは、うん、後でこうどんなことで感謝したの。あ、すごかったな。僕は本当におかみさんとご一緒できたのが1年ぐらい、まあそうだね、1年ちょっとだったんですけど、でも本当に覚えているのは、おかみさんと本当に2人きりに なる時間があって、その時に、まあ、僕まあ学園前だったんですが、師匠弟子取っていただいて駆け足で名前をもらってるけど、うちで 何日か来てたのね、はい、これからまあ頑張らなくちゃいけないっていうところなんですけど、なんでしょう、気持ちのやろうっていうつもりでは頭でいいんですけど、心が追いつかないというか、うん、なんかうーんっていうところが正直自分の中であったんですけど、うん、でおかみさんってすごくそういうのを気づくというか、うん、分かってる方で、そのところでやっぱおかみさんから言われたのが、いや本当にあんたはまあ大丈夫だから急がないでいいよっていう言葉はかけていただいたことは、いい、急がなくていいよっていうのが僕はすごく、あ、それはなんかやっぱ焦ってたように見えたので、ね、僕はもう本当にそういうとにかくつもりではなかった、取り戻さなきゃみたいなね、顔も多分なんかこわばってたりとか、うん、だから、うん、だからあんた大丈夫っていうのは本当に思ってますね、言葉がすごい残ってます。突撃今度、なんか独演会みたいなのをやるときに、はい、あ、2つ目の会をね、2つ目の会をやるときに、はいはいはい、ね、今の師匠の流経さんと三座さんが、そう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 、2人とも両方 あの師匠が出てくれるって、これもきっとないですよ、ね、ないでしょ、それは、うん、だから多分ね、うん、多分三座さんの方はすごく遠慮してたと思うんですよ、うんうんうん、私はなんかそれ面白いから、うん、まあ、それこそ三座さんと私が一緒に出て、まあ、できれば口上もやろう、やりたかったんで、うん、それでそんなことを、うん、あのまあ直接じゃなくて三座さんにちょっと言ってみてくれよって言って、まあ、向こうはいやそんな、とてもね、私が出るあれじゃないですかって言うかもしれないし、まあ、気を使ってるけどそんな気を使わなくていいからやろうよって言ってみなって言って、ね、それでどこでやるのよ、ちょっとせっかくだから、はい、日本橋公会堂ですね、10月24日月曜日、夜19時からですね、開演いたします。これだって、
ねえ、前の師匠と今の師匠がちゃんと出てくれて、落語もやって、そこで興行もやってくれるって、これはもう珍しいですよね、きっとね。三座さんとは交流があったの？そうですね、まあ、なんていうんですか、こちらからね、なかなかそのご連絡することはね、なかなかそのする場面というかね、することはなかなかなかったんですけれども、やはりこの落語会って、うん、まあ、いろんなところで、ホール落語とかやってるんじゃないですか、うん、まあ、その時にご一緒させていただく機会とかあったりしたので、うん、まあ、その時にお話をさせていただいたりとか、うん、そういうことはありましたね。で、今度はまた新たに二つ目になりましたよと報告はしました。はい、ああ、それはもう、はい、させていただきました。はい、何だって言ったの？もう、まあ、おめでとうっていうところで、やっぱり、うん、なんでしょう、本当に、まあ、頑張ってほしいっていう言葉はいや、だからきっとね、すごく気にしててくださったんだと思うんですよね、三田さんも遠慮してたんだと思うんですよ。逆に二つ目になってね、二人が揃うって方がやっぱりいいよね。だから、うん、そういう意味ではいい形になりましたよね。突撃だけどさ、はい、今まで落語協会で二つ目になって、はいはい、で落語芸術協会に来て、はい、今度は前座からやって、はい、後輩たちにはなんかに言う、いや、これはすごかった。いや、まあ、うん、でも私は本当に、うん、まあ、ゼロからやらせてもらうっていう、うん、それだけなので、うん、まあ、そのつもりでやってるんですけど、まあ、逆に、まあ、私が結構大変大変って言われるんですけど、うん、絶対周りの方の方が大変だと思うんですよ、うん、もう縦社会で上の人は上げるっていう中で、元は上だった人じゃないですか、うんうん、それに対して多分同じミスをしても、うん、ただ僕は怒られないけど、うん、新しく入ってきた人は怒られるような、やっぱこともなんとなく感じていたんで、怒りにくかった、怒りにくかったと思います。そういうとこちゃんと分かってる、分かってるから、だからすごいね、でも本当にそれは、だけどさ、はい、あの俺たちさ、はい、あのなんていうのかな、あの兄さん兄さんって上の方に兄さんって呼ぶじゃないと、あなたよりも下のもんでも、もうまだ前座だから、はい、兄さん兄さんって、あ、もうそうですね、だから もちろんそれは兄さん兄さん姉さん姉さんですけども、うん、まあ例えばその関係性で向こうの方からやっぱり会った時に、うん、あ、どうも兄さんって言ってくれる子とかいるわけですよ、まあそういうやっぱりそうやって、まあ、気を使わせていてもらったりとか、うんうんうん、そういうことはしてましたね。だからそういう人に対しては、うん、まあ、逆にそのなんか自分がまた下に行くのもなんか、うん、居心地がなんか多分お互い良くないかなと思って、その時は、まあ、ありがとうってことを言って、うんうん、こちらが立ててもらったら、うん、そのまま乗っからせてもらったりはしましたね、うん、やっぱりそういうところ、うん、でね、だから向こうの例えば彼の先輩の人なんかも2年ぐらいはね、うん、様子を見てた感じがあるんですよ、なんとなく、うん、それで、うん、そのうち2年ぐらいしてから、うん、結構落語会なんかのお手伝いとかに声かけてもらうようになって、うん、あの2年ぐらいはやっぱりあれだったよね、2年、まあ、一気に声かけてくれるんだったよね、やっぱり今いろいろはっきり言って、ね、うん、師匠を変えてやっぱり落語家をするってことに関してもやっぱりいろんな考え方があります、まあ、その上でも多分芸術協会で、まあ、頑張ってるなっていうのがちょうど伝わってた頃かもしれませんね、うんうん、2年っていうのが。でもさっきと同じような感じでさ、じゃあ落語協会の連中さ、はいはい、芸術協会ってどうなのって聞かれた。まあだからやっぱりその芸術協会の良さっていうか、うん、まあそういうの、ね、他の協会の人にも、あ、こんな感じでいいねとかは声かけてもらったりとかはしますね。だから両方知ってるってのは強いですよね。強いよね、これ本当にすごい売りになりますよね。もうしばらく経ったら立て替わりに売って突撃。でもさ、流暢さんはさ、はい、逆に三座さんから預かってさ、いや、まあちょっとね、プレッシャーあったね。プレッシャーはありましたね。ねえ、うん、変な風に育てちゃったら、そう、で、ましてや落語のタイプも全然違うし、うん、あ、しっかりね、うん、古典の王道っていう感じで、流暢さんだってしっかりいえ、そんなことはあるんですけど、うん、やっぱりそういうプレッシャーも含めてね、うん、やっぱちょっとありましたね、うん、で、架け橋も、はい、これでもう2つ目になったから、はい、もう失敗はできない。そうですね、本当に失敗はできないのというのは、本当に結局ね、いろんな方にご迷惑をおかけしながらなんとかやらせてもらえてますんで、まあ、あともう一つは本当にこんなに
何でしょう、本当に二つ目昇進したことでいろんな方からお祝いの言葉とか励ましの言葉、本当にいろんな方に正直お膳立てしていただいてるなっていうのがすごく今感じているんですよ。だからここを正直正念場だと思ってて、ここで多分なんかうまく結果を出せばさらにまたいろんな方に応援してもらえるんじゃないかなとは思っておりますね。でもこのやっぱり米助チャンネルにしてもやっぱり前座の時から出させていただいたじゃないですか。本当に頑張っていただいてね。これってでもやっぱり前座のやっぱりこの範疇を超えるというか、本来であればこの前座がこのカメラの前でお話をするってことがやっぱりその不分率的にどうなのかなっていうところがやっぱりあると思うんですけど、でそこであのお話を米助チャンネルの出演のお話をいただいた時に、まあまずはこの師匠にお伺い立てて、でまあどうしたらいいでしょうかって時にやっぱ師匠がおっしゃってくださったのが、すごくまあもちろん前座だからっていうのはあるけれども、ただその上でこうやって米助師匠がその前座の身分でも声をかけてくれているっていう、そういう行為はすごく大事にした方がいいよってことはおっしゃってくださって、僕はこうやって出ることができたんです、前座時代。だから師匠が違えば多分私もこうやってお話しする出ることもなかったですし、まあまあね、全部師匠が理教さんはね、いろんなところであったりなんかしてる、いやどうも掛け合いありがとうございます、いいありがとうございますって、もう楽屋でね、いつも言われるんだよ、ね、いやそんなことないですよね、突撃。なんとですね、はい、7月の11日から20日まで中関、浅草演芸ホールで琉球さんがトリを取るんです、はい、そして2つ目の昇進の祝いで、はい、架橋がそこで落語をやるんですが、はい、その最後に今度は大喜利ですね、はい、バンドをやらせていただきますんで、はい、ハワイアンでございますんで、ぜひ楽しんでいただきたいと思いますよ、はい、そうですよね、例えば、いやもう例えば本当にスリッパの並べ方一つ違ったり、落語協会の場合はあの口座返し、だからお客様の前に出る人は浴衣で口座上がっちゃいけないから着物で、で働かなきゃいけないっていう、我々にとっては新鮮な情報ですね。それがこういう経験したってのはすごい貴重ですよね。両方で、両方だから。ただそうあんまりそう公に喋っていいのかって思っちゃいますけど。